上野町ハイハイカール大会、オープニングマッチはタッグマッチですね。赤コーナーが一生懸命泣きちゃうと思う。大丈夫ですか？ないですね、本日は。皆さん、来ました。さあ、第一ですね。はい、第一ですね。はい。それでは、赤コーナー側が、赤コーナー側が、タクチャンピオンの、はい、滝井ごとり組みというか。はい。さあ、最初はね、レフェリーの攻防なんですけども、まあ、どちらもね、もうすごい方ですからね。そうですね。はい。はい。はい。なるほど、今ね、情報が入りました。今、動いて温まってるというね、はい、はい、確かにね、はい、結構冷えますからね。我々、前節、少しずつ温まりました。はい、なるほど、はい、まあ、確かに、序盤のレスリングでね、しっかりと体を温めつつ、コンディションをさらに上げていくっていうね、はい、はい、いつもより長いやろ、はい、選手が喋ってくれるスタイル。そうですね、バコス選手がいろいろね、情報をね、我々、じっくりね、はい、ありがとうございます。寒いわっていう声が今青コーナー側から来ますよね。はい、確かにね、この季節にこの学校は寒いですからね。はい、皆さん、ほぼ、ね、乗車します、全員裸で。そうですね。はい、お、さあこれは、あーっと、来ました。さあ、これは高田の押し込んでいって、さあ入ってた。さあすごい出来ですね。ワンチャンスラムと取って、今お尻をする。だからバコス選手が寒いという状態ですね。そうですね。はい。少しずつ動き出して汗も出る。さあこれちょっとロープを使ってうまく入れたりとか。後ろ攻撃ですね。さあ。5秒以内でしたね、あの反則がね。そうですね、ロープを触ってる状態で。さあ、ちょっと寒すぎてボーッとしましたね、ちょっと遠い足を求めたのに。さあ、ここでバコス選手が勝ちました。バコス選手の、ね、あの試合も結構引っ張りますよね。体がすごい、なんか少しね、絞られました。そうですね、はい。さあ、ここはロープで押し込んできた。あっと、これは体の体格差ですよね。本当にボールの選手は選手が危ないですから。さあ、ここはバコス選手が大丈夫ですからね。体同士の当たりがね。そうですね、体格的にね、バコス選手の方が上回りますからね。あと、これは早い感じはね。さあ、ここは後藤選手の体。さあ、転向するかどうだか。さあね、ぜひね、みんなでもっともっとね、声出して応援しなさいね。よろしくお願いします。はい、そう、いいですね。さあさあ、これ反省ですね。さあ、みんな後藤選手を応援するんだ。さあ、いいぞ。そうだ、もっと応援するんだ。ありがとう。さあ、ここまで来ていった。死ね。さあ、右のシュート、シュートカウント。ね、チームで動けないですね。ちょっと元選手が分断されているような形。はい、元選手が出てこれないですね。
これは痛い。この寒さで大丈夫ですかね。ゾフティバー、ゾフティバさあ、これピンチですね。
十分に言うとさあ、ちょっと、タイガーハミスまで止まったえ、あの、ほっバッチシですね。そうやな、何回やっても一緒やな。さすが我々いいチームだ、いいチームですよ。どれだけ期間があったとしても関係ない、関係ないよ俺らには。まあね、12月17日天王寺組み、まだ我々カード決まってないですけど、うん、仮に我々がタッグを組むのであれば、うん、相手が誰だろうと。そうやな、ほんまに誰でもな、もちろん勝つのみですよ。そうや、まあ、そんな感じでこのタッグからももちろん目を離さずご期待ください。まだまだ我々、てっちゃん、ようちゃん、ようちゃん、てっちゃんは上がるのみなんで、応援よろしくお願いします。よろしく。ノーコメント。